こんにちは。金曜のコルダ3フルボイススペシャル続きをやっていきたいと思います。今思いっきり PSP 机にぶつけちゃいましたけど、音拾ってないかな。よかった、バグらなくて。さあ続きやってまいりましょう。金色のコルダ3。こんにちは、はるくん。はるくんが多い気がします、声かけ。では7月31日のプレイでございます。前回の動画ではね、早速またコメントをいただきましてありがとうございます。本当に皆様のねご視聴コメントのおかげで私も一緒に楽しくプレイできますのでね、非常にありがたく思っています。でその中で一個そう謝らなければいけないことがありまして、前回の動画の最後にアンサンブルでこの表現をつけ替えた方がいいのかどうか、こっちでやった方がいいか、要するにそのこの表現はこう、周りで聞いているライバルたち、こういう人たちの感動を上げるためにこっちにした方がいいのか、それとも完成度を重視した方がいいのかっていう話をして、でそれに対してね、早速アドバイスのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。ただね、これ私ちょっとすいません、混同してました。言い方間違ってました。親密度の上昇と大会評価の感動を混同していってたので、ちょっと混乱が生じてしまいました。申し訳ありません。冷静に確認してみましたところ、あれですね、要するに完成度が高いと評価が上がりやすい、それが感動につながると。で一方で、表現、好きな表現をつけてそれを聞かせると、その表現が好きな人の親密度がたくさん上がるっていう、そういうことでしたね。はい、大変失礼しました。私その2つの要素を1つに考えて質問してしまったので混乱が生じてしまいました。ということでですね、完成度を高く保つという手もありますし、で感動させやすくするね。で一方で親密度が上がるっていうと、この他校の人たちの親密度が上がるチャンスっていうのは非常によろしいんじゃないでしょうかと思いまして、で完成度せっかく、まあ100、多分ね160が、ま、今マックスでしょ、130、140程度までは下げることを押してでもなんか他のこの人たちの親密度を上げていくことをちょっと重視していく、ここは今回広く浅くプレイなので、できるだけまんべんなく親密度を上げていかなければいけないと思うんですよ。ですのでちょっと今回は課題曲、自由曲ともにちょっと他校の生徒さんの親密度が上がりやすそうなやつをちょっと優先的に選んでみようかなと思います。で例えば冬のマエストロフィールドはリツさんですよ。だからとりあえず刹那が置くとして、でここでケツ、ちょっと銃下がるけど決然と刹那がやってみる。で完成度は下がるでしょ、でさらに下がる可能性があると。でこれで今のところミョウガさんがプラスされましたね、親密度アップに。これ2曲、課題曲と自由曲2曲に好きな曲入ったら倍上がるってことですかね。さねえ、そのさらに上がるってことですかね。だとすれば2度付け OK だとすれば、もうちょっと完成度は140-130をちょっと上限にしようかなと考えております。でそれでいくとですね、これだと、はい、そう、八木沢部長のね親密度の上がり具合が低いので、こうするで自由曲では、自由曲マエストロフィールド京也くんの、一応京也くんの残し、あ力強く、そうここでこそ力強くを、正確にもいいけど力強くこう入れていって倍付けして、
で、あれか。でも静かに。あ、すごい差が、相性悪そうですね、これ。力強く、激しく、静かにって相性が悪すぎる。雨宮さんの親密度も上げておきたいよな。あ、そうだな。表現豊かにもいいな。まあ一方ね、もともと言えてる、ね、あ、そうか、演奏聞かせるだから、演奏する側の親密度が上がるわけじゃないんですよね、表現。大会での表現は。だからあくまでも観客と、あ、違うか。その人自身の親密度も上がる可能性があるな。だとしたら、そうかそうかそうか、その可能性もあるのか。難しいな、バランスが。そうすると、今やってるのが、穂積さんと、タコの場合ね、穂積さん、明賀さん、七海くん、八木沢さんと来てるから、あと一つかな。うん。ここは、なんか、決然と切なくをなんか入れておきたい気がするから、じゃあ、あ、そうか。ここだと聞かせる側になるのか、リツさんを。あ、そういうことになるのかな。そっか。聞かせる側になったら、身内でも親密度が上がるのかな。だとすれば、ここ、自分で弾くところは、強弱だったら強弱のところ減らす?ここ減らす?ちょっと待って、ごめんなさい、長くなる。ここ、今日は序盤が長くなります。中盤以降ね、たっぷりイベントが見られると思うので、コンサートの、我慢してくださればと思います。だから、リツさんを、の表現をこっちに持っていく。リツさんが好きな表現をこっちに持っていく。だから、ここ切なくを、ちょっと、どうした?また下がる。切なくを決然するにしよう。まず。で、リツさん、OK でしょ?で、力強くがすごい合ってそうって言いましたけど、ここであえての、あえてじゃないか。あ、ここであえてのリツさんの評価を上げていくと、完成度も上がって、よろし。よろずよろし。で、また、あと何?あ、でもそうすると、わあ、わからなくなってきた。そうすると、で、今、この二人でしょ?で、この説、で、ここで力強くを入れていく。あ、すっごい下がる。これやめた方がいいな。ちょっと待って、考え直す。だここで、そう、決然と入れたから、ここの決然とを変えればいいんだ。ちょっともうボタン操作。何やってんの?ここで決然とをね、何かに変えるんですよ。で、ここで雨宮くんを入れていくみたいな。あ、あれや、力強くか。力強くありな。これでいかか。決定。で、ここがちょっと中途半端になっちゃったね。だから今、七海や、八木沢、穂積、柳、だから、ここで、できて、決然とが入って、明賀さんが入って、で、あと一個どれかで、これ激しくがな、高いんだよな。ここで、雨宮君を入れていきたい。ってことになるのかな?ここで雨宮君を入れていきたい。130でもしょうがない。で、同じ学校でも、聞いてる立場だと、演奏を聞いてる立場だと親密度が上がるんでしょうか?果たして。ちょっとわかんないけど、やってみましょう。これで。じゃあ最後まとめ。だからこっちは京也くんを入れて。うん。うん。で、こっちは、ちょっとリツさんを上げ目にして、で、他の他校の人も、少なくとも、ちょっと新たくんいないんだけど、今回。他校の人をまんべんなく一人入れまして、入ってるよね。明賀さん、七海くん、八木沢部長、天宮くん、穂積さん、あ、さっき明賀さんと穂積さん逆に言ったけど。で、これで全員まんべんなく入ってるよね。
もうこれでいこう。ちょっと間違ってるかもしれないけど、間違ってるかもしれないけど、これでいきます。皆さん見ててください、私の死に様を。じゃあニアと、これは10分かかりました、ごめんなさいね。でもね、誰の話を聞きたいんだ。もし一人でプレイしてたとしたら、動画なしで、もっと考えてます。これでも急いだ方です、動画的で、動画的なねところがあるので。では、星尾姉が2つになった人の好きなものを聞いてみましょう。好きな食べ物、雨宮君に関しては謎、想像がつかない。一体何について聞きたいんだ。雨宮君のページはどこだ、裏、食の好み、雨宮の食の好み、どちらかといえばあっさりしたものが好きらしいな。あっさりしたものって何？野菜がメインの料理だとか、肉なら鶏肉なんかも喜ばれるんじゃないか。そういう意味ですか。なるほどね。じゃあ野菜炒めの上に鶏肉乗っければいいんだ。野菜炒めだとあっさりしてないから、温野菜にしちゃいますか、ここは。うん、温野菜にね、ホロホロに茹でた、鶏肉なんかいいんじゃないでしょうか。私個人的にはあっさりすぎるけど。まあこんなものだな。そろそろ眠くなってきた。あとはまた明日にしてくれ。はい、ありがとうございます。うん、でそう、さっきのちょっと途中でも言ってた疑問なんですけど、だから今の私の疑問が、自公の生徒でも聞く立場になった場合は好きな表現で親密度が上がるのか、で、あとは2曲、今回2曲あるけど、2曲で好きな表現がそれぞれあったら倍上がるのか、その2曲分上がるのかってことですよね、親密度が。そこの疑問を解決したいよね。でも多分私頭悪いから結果が出てもよく分かんないだろうな。うん、多分舞い上がっちゃって結果どころじゃないというか、うまくいったかどうかでドキドキしてるだろうから、まあこれでいきましょう。これで行かせてください。ちょっと完成度が若干しゃがっちゃったけど。よし、ああ大変お待たせしました、本編いきます。おやすみなさい。これが私のプレイングです。普段でもそうです。さあ、緊張する。もう一回楽譜見とこうかな。ちょっとコントローラー見とこ、丸バツ三角四角の位置見とこ。うちの部長どこ行っちゃったんだよ、全然戻ってこないよ。え、あったな、ちょっと自分語りしてね、あのね、トップの人の話の時にね、トップがね逃げ出してね、私が臨時にアドリブで喋ったことを思い出しましたね。部長逃げた。いよいよ地方大会なんですね。会場に来ると実感が増します。実感が増します、いよいよですね。すごい表現をいじっちゃいましたけど大丈夫ですか。あの練習しないね、あの表現です。あ、考えてみればそうですよね。あの表現でずっとアンサンブル練習しておきながら前日の夜に表現変えるって、なんかとても無体なことな気がします。説明会の時以上に人が集まってるようですが、みんな今日の演奏者なんでしょうか。うん、観客見に来たさんもいるのかな、あるいは説明会代表だけとかの人が困るのかな。応援もいるし見物客もいるみたいだから、参加者はほんの一部だよ。なるほど、だ応援見物客、ファンを増やしておくと、そのファンの人たちが来てなんか声援ポイントが上がったりするのかね。なんだよ声援ポイントって。あ、でもあっちにいるのは茨城の水戸市立、向こうは千葉の久留里東だな。水戸と久留里、ああ東関東でも随分遠くから来ましたね。制服見ただけでよくわかるな。さすが、確かにわかんないよね。情報収集も仕事のうちさ。自分で調べたんだ。
素晴らしい。死生観はいないか。もう奥に行ってるのかもな。さあ今回受付を済ませて俺たちも楽屋に向かう。楽屋に行きますか。楽屋に。今回はねドレスがないですね。2と違って全然全ね用意できなかったやつ例の。さあ今回最大のライバルは当然死生観ですよね。え何の音？機械の。カタルヘナ。オーラが見て、ミョウガはこちらを鋭く見つめている。おい、何やってんだ。先行っちまうぞ。どうした？なんか妙に顔色青いぜ。幽霊でも見たか？うん、いつも野菜ジュースあげる人がこっち見てきたんです。ああどうしよう。これ何でもないよって言ってごまかして失敗してないことを言うか、うん、ちょっとつっついてみて妙が霊児に対して京也くんがどう答えるかをちょっと聞きたいな。うん、何でもないのとなんか単純に親密度だけが上がるような雰囲気がしなくもないですよね。うん、こっちの話で親密度が上がるっていう未来は見えないな。でも一応ちょっとこっちが気になる。セリフ的に天音の妙画が。でもあいつ今日じゃないだろ。見間違いじゃねえのか。聞きに来たんですよ。他の学校の演奏を参考にするために来たんじゃありませんか。参考ね。とてもそんな殊勝なやつには思えねえけどな。まあいいさ、さっさと楽屋に行こうぜ。他の学校がみんな来てロッカー塞がっちまうと面倒だ。お、それ大事大事大事。ロッカー争奪戦。すごい綺麗な控え室。住めますね、ここ。ここで住める。調弦は無事終わった。これ、弦の調節？チューニング？準備は済んだが、まだ少し時間がある。ほう。なんかできるんですか？なんかね、そう、行動的ですよね、ゆげこ。外に出て新鮮な空気を吸ってこよう。なんかと誰かと出会っちゃうよこれ。風が強いのか。海が近いからだろうか、爽やかないい風が吹いている。そうね、海風山風全然違いますよね。うん。ごめん間違えた。向こうが入り口だったんだよ。やっぱりどうもおかしいと思った。あんたを信じた俺がバカだって。なんかちょっとイケてるボイスですが、このいいから早く入り口に行こう。あごめん。あれイケてるボイスかと思ったら。大丈夫だった？どこも怪我とかしてない？ぶつかってきた青年は慌てている。特にどこも痛めたりはしていないようだ。そっか、それならよかった。やっぱりちゃんと前見て走んないとダメだね。今度から気をつけるよ。今度からは走らなくて済むように気をつけてほしいんだけど。うん、もちろん。俺も年相応の落ち着きが必要だってよく言われるし。あれ？君、もしかして清掃学院の生徒じゃない？それに今日地方大会だよね。ここにいるってことは
もしかしてオケ部？青年に清掃のオケ部かと聞かれて素直にうなずくか否かですか。久しぶりお久しぶりです木原さんですよね。まあでもこのユリコは知らないもんね。うなずく はいってやっぱり。うわすごいすごい偶然だよ。すっごい懐かしいな。俺清掃学院のオケ部の OB なんだよ。もう何年前になるんだろう。何年前になるんだろう。まだ高校生に見えますよその見た目。ほらエイト君オケ部の子だって。分かったから落ち着けって。そんな大声出さなくたって聞こえてる。全国規模のコンクールなんだ。学院の生徒が来てて当たり前だろ。まったく和樹さん教師になったってのに全然変わらないんだな。すごいな。音楽の教師でしょ。すごいな。ああでもオケ部が出るんだ。どうしよう。清掃学院と勝負になっちゃうなんて思わなかった。ん？今日中学で俺が受け持った子が出るんだよ。俺どっちを応援したらいいんだろう。オケ部にはもちろんいい演奏してほしいし、その子たちにも負けてほしくないし。あーもう困った。俺が二人いればいいのに。頭抱えて悩まなくても、どっちもいい演奏できるようにって応援すればいいだろう。そうか、さすが江藤くん、いいこと言うな。今日出る子みんないい思い出作れるように応援するのが先生の仕事だよね。よし応援頑張るぞ。携帯？和樹さんのじゃないか。あ、猪木からメールだ。猪木、交流が続いてるんですね。会場もう入ってるって。急ごう。俺たち以外みんなもう揃ってるって。確かに約束の時間過ぎてるよな。じゃあ俺たちもう行くね。客席から応援してるよ。頑張ってね。いやでも日原先輩先生なんてね、女子生徒から確実にモテるでしょ。あんなのは大丈夫なの。ただいまより第42回全国学生音楽コンクール東日本大会を開催いたします。さあ第42回全国学生コンクールの東日本大会です。ゲーム的には通算第2回大会ということになりますね。この午前の演奏で高得点を出して午後のセレクションに残れなきゃ全国への道は続かない。いよいよ始まりだな。ああ臆することなどない。この日を待ち望んで練習を重ねた。その成果を見せるだけだ。よし行くぞみんな。行くぞ行くぞ。これアドリブでセレナード行くかそんなわけないよね。これ、あ、演奏順はもう1決まってるからこういうことか。で2がこれってことですね。はい、これで待って、あ、もうこの状況で並び替えの意味がわからん。あ、そういう意味。この状況でもうあれですね、表現は変えることができないってことですね。ここまで来たら、はい、じゃあこれでいきましょう。ちょっと表現はね、人のバランス型でちょっと選んじゃいました。それぞれの人が好きな表現が入るようにっていう感じでやってみましたが、どうでしょうか。ちょっと大地先輩と春くんのがないけど、まあそれはね、すまんねすまんって、全員分は無理だ。東日本大会予選、
清掃学院は上位2位以内に残ることができた。やった。テキストだけで済んだ。やっぱり司令官が来ましたね。午後は司令官とうちの一騎打ちですか。司令官と一騎打ちになることについて。一騎打ちって？お互い名乗りを上げてね、切り合うことです。首取るまで勝負するんです。午後は楽しみ。あ、余裕見せるのもあれですけど、人によりきりですよね。ハルくんの場合真面目だから、頑張ろうが一番いいんじゃないかな。これ一番味気ないけど、ハルくんに一番効果がありそうならこれだな。一騎打ちって組み合うわけだからな。あ、リツさんが出てこなかった。姿勢感はやはり強い。午前の演奏も余裕があった。余裕が？午後のセレクションに焦点を絞って温存しているんだ。ほう。午後はおそらく本気で来る。油断せずに向かおう。やっぱ音楽ね、やっぱ文系のスポーツって言われてるだけあって、こういうことを考えるんですね。やっぱりこう順番とかもね、まあ当然といえば当然かもしれないけど。さてと、そろそろ時間か。うん。昼も食べてパワーも補給したし、そろそろ会場に戻るか。さあ一方その頃。上位2校には残った。いよいよ全国に手が届くのか。そうか、東日本大会で決まるから、どちらか一方のは負けるわけですよね。全国行けなくなるわけか。俺が壊しちまった夢をもう一度掴めるのか。さあ、大住部長、もう時間ですか。いや、驚かせてしまったならごめん。まだ大丈夫だよ。考え込んでいるようだったから。考え込むってことじゃ、ようやくここまで来たんだと思ってただけです。そうだね、ここまで長かった。できる限りの手は尽くした。あとは僕たちらしく演奏するだけだね。俺たちらしく。人事を尽くして天命を待つだよ。あとはステージを楽しんで演奏しよう。一回一回の演奏を心からみんなで楽しもう。みんなで。部長、安住先輩、何まったり話し込んでるんですか。いや、さすが死生家のヤン・ウェンリーのようなね、諭し方をしてくれてましたけど。俺らも混ぜて混ぜて。さあ、そこに新田くんが来た。お前、今大事な話してる最中だったのに。水島には本当にかなわないな。あの穂積君、僕も頑張るよ。いおり、制服のサイズが合っていないぞ。午前の部だっていい音出せてただろ。俺たちも伊達に地獄合宿を一緒にしてたわけじゃないんだぜ。僕らが
中低音はしっかり支えるから何も心配いらない。みんなで全国に行こう。ああそうだな、いい演奏して全国に行こうぜ。うん、みんなキャラクターが高校生離れしてますけど青春ですねそれでも青春ですね。全国に行こうぜ。まもなく午後の部を開始いたします。観覧される方はご着席になってお待ちください。今回相手する死生観はいわゆる悪ではないから、勝たなければいけないことに対する複雑な思いはありますよね。向こうのそういう事情というか団結ぶりも見て感動もしちゃうし、でもねそこはお互い始まるね、うん、全力を尽くした演奏をすることでその息にお互い応えるっていう話ですね。もうまさに八木沢部長の言う通りですね。さあみんなこのステージを楽しもう。これが僕たち死生観なのだと全ての聴衆に示すんだ。はい、穂積さんもはいって言うんだね。さていよいよでございます。あ、まずは死生観からペコリドボルツァークスラブ曲第8番。ドボルザーク、金もねえ、流行りの音楽に乗ることもできねえ、不器用なやつだった。そんなやつでも認めてくれる人がいた。巨匠ブラームスに認められ、やつはどれだけ感謝しただろう。どうせお前みたいなクズ野郎は問題起こすだろうと思ってたぜ。タイムさせろ、タイムだ。できません、穂積は大切な部員です。仲間を切り捨てるような部にいい音楽が作れると思えない。熱く、もっと熱くだ。俺の魂を燃やし叫べ。全国に行きたい死生観の仲間と一緒に。今のがマエストロフィールド。さあすごい力をこっちゲーム越しにも感じますね。画面越しに死生観恐るべし。マエストロフィールド、そんな死生観の演奏にもマエストロフィールドが現れるなんて。客席の反応完全に持ってかれちまったな。このままじゃ無理なんじゃないかな。あんな演奏に勝つなんて。部長どうしましょう。まずは1曲目うまくいったな。すごい拍手だったね。まだ手が震えてるよ。ああ
負けるわけにはいかねえ。俺たちは必ず全国に行くんだ。すごかったわね。高校生の大会なんてどんなものかと思ったけど、聞き応えあったわ。私感動しちゃった。素敵だったわね。まず観客の心は死生観に行きました。清掃学院は大ピンチみたいだね。重み、いや、探したよ。清掃学院が地方大会でここまで苦戦するとは思わなかった。残念だけれど、これでは君の期待通りにはならないかもしれないね。清掃には死生観に打ち勝つ力はないと。彼女は誰かと競い勝利を奪い取ることを無意識に恐れているようだから、人を傷つけてまで勝利を望むことなんてできないんじゃないかな。なるほど。いや、かくいう私も似たような思いで悩んでいます。かもしれんな。だがそうならばそれが奴の限界になる。なるほど、なるほどね。諦めるな。逆転の道はまだ残されている。確かに、そこで手を抜くようであってはかえって相手を軽んじることになるからね。頑張ってる相手だからこそこちらも、うん、ごめん、私が偉そうに言うことじゃない。リツさんに言ってもらおう。どうぞ。リツ、我々のステージはこれからだ。こちらも彼らに勝る演奏をするだけだ。演奏を高め、マエストロフィールドを放てばいい。もっと戦だなこれ。マエストロフィールド？そうすれば勝てる？そういうこと聞いたら不遂不遂。黙ってうなずこう。リツさんのマエストロフィールドを出してください。お前の協力が必要だ。よし。さあ、課題曲、地方大会の課題曲演奏ではマエストロフィールドを使わないと勝てません。なるほど。制限時間内でマエストロフィールドゲージを貯めて L ボタン左だね。L ボタン左ね。L ボタンでマエストロフィールドを使いましょう。もう出たら使うね。了解。待て、リツ。だがお前、全国への道をつなげるには今他に選択肢はない。いや、リツさんやっぱなんか事情あるんだろうな、演奏するには。だってへ。続いて清掃学院オーケストラ部、曲目は始まる。では行くぞ。おう、行くぞ。さあ、これボタンラグがあるからな、気をつけて。第1回目で分かったからね、ボタンのタイミングラグ出るからちょっと早めに押すんだよ。練習は怠ってないが、それでも圧倒的に不利だな。この状況を覆せるのか、リツ。いいだろ、いいだろ。この調子だ。早い、早い。あれ、まるで三角。こんなところで貴様が敗退するなど許されるものか。死生観の作り出したマエストロフィールドなど砕いてしまえばいい。
準備は取った。感動しました。あ、マジです。あ、危ない。静かなる調べ、響け。マイストフィールド忘れてた。ボーター難しくて。これが高校生の演奏なの。すごい。あえて最後に持ってきたんですよ。マイストロフィールドをね。ブラーボー。素晴らしい。部長すげえよ。一気に逆転じゃん。これなら絶対勝てる。私ドキドキしてきちゃった。本当に全国大会に行けるかもしれないね。やったな。客席のムードが一気に変わったぜ。さっきまで死生観一色だったのに、これなら全然。あ、リズ、おい、どうしたんだ。リツ、楽屋に行くぞ。バイオリンは離せ、俺が持つから。ハル、受付に行って氷をもらってきてくれ。飲料用のがあるはずだ。え、あ、はい。京也は病院に連絡して、あとタクシーを呼んでくれ。番号はここにあるから。待て、俺はここに残る。リツ、だけどお前まだあと1ステージある。それが終わるまでは。決着がつくまであと1時間ってところか。本当に大丈夫なんだ。待てよ。どういうことだよこれ。突然どうしたって言うんだよ。お前も気づいていただろう。リツの演奏の仕方が昔と変わったのは、去年リツは手首を負傷した。それから手首に負担をかけないように弾き方を変えた。変えざるを得なかったんだ。そうしなければ剣に負荷がかかりすぎる。でもその代わりにリツの持ち味の正確なピッチとビブラートは失われた。本当の音を取り戻すには弾き方を元に戻さなければならない。それが負担になるとしても。そうか、演奏者としては致命的な傷を負ってしまったわけですね、リツさんは。前々から大地先輩が心配したのはこういうことだったんですね。ここまで技巧に偏った曲でなければまだマシだったんだよな。腕を、去年だけど、そんなの全然今まで一度も言わなかったじゃねえか。あれが如月律か。おととしのバイオリンソロの優勝者ってな、やはり伊達じゃねえな。まずいよ八木沢、
この調子で巻き返されたら勝てこないよ。そうだね。でも部長、あの人なんか一曲目しか出ないっぽいですよ。一曲目だけ？そんなことあるの？ほら、今日の演奏予定のパンフレット見てください。清掃って1曲目と2曲目でメンバー変えてるでしょ。2曲目、あの如月って部長外れるみたいですよ。本当か？あなた、ちょっと見せろ。妙だな、あれだけの演奏者をなぜ交代させる。先ほどステージから去るとき、如月君の様子はおかしかった。それに彼の記録を見ると、去年地方大会の途中で棄権している。八木沢部長、どうしました？いや、ごめん、考えても仕方がないね。僕たちにできるのはいい演奏をすることだけだ。如月君が、清掃学院が全力でこのコンクールに挑んでいるなら、なおさらのこと、僕たちも全力で迎え撃つ。いいね。はい。さあ、2曲目です。ホルスト、ムーアサイド組曲マーチ。惑星で知られるホルストは、ブラスバンドのための曲もたくさん作っている。このムーアサイド組曲第三楽章マーチも、ホルストらしい豊かさと緊張感のある曲だ。この曲で僕たちは示す、全国に続く死生観の栄光の道を。吹奏楽って面白い？俺でもできるかな。僕、だんだんホルン好きになってきました。部長、見て見て、俺うまく吹けたでしょ。俺みたいなやつが部にいて本当にいいですか？仲間がいたから僕はここにいる。今このステージの上に。暖かい光、満ちるように降り注げ、僕たちの声。綺麗、優しい光がステージを満たしていく。僕らはこんなにも吹奏楽を、音楽を愛してる。八木沢部長の人徳マイストロフィールドが出ましたね。やっぱり死生観の演奏、胸がぐっと熱くなるわ。さっきは清掃がいいと思ったけど、生観が負けるのは納得できないわ。どっちも優勝にさせてあげられればいいのに。どっちが勝つかは分からなくなってきたぞ。どうする？如月立なき清掃学院のカルテットで戦い抜けるのか、あの死生観を打ち破って全国大会に上がってこられるか。また死生観が追い上げてきたようだ。お前たちは2曲目の準備をしろ。俺はここで待っている。何言ってんだよ、そんな辛そうな顔して。
もう危険しようぜ。腕がどうかしちまったってんなら病院に行く方が先だ。こんなコンクール、勝ったって負けたってどうだっていいじゃねえか。負けてもいいだと。リツ、二度と口にするな。負けてもいいだなどと俺の前で金輪際口にするな。この大会に臨む者はそんな遊び半分の人間ばかりじゃない。この夏に、この一瞬にかけているんだ。俺は勝ちたい。ここで負けたくないんだ。ここにはトロフィーがあったんですよ。銀色の優勝杯です。清掃学院のオーケストラ部が最も輝いていた時代、ずっとこの場所にあり続けた。もう見ることはできないかもしれませんが。いいえ、先生はきっともう一度ここでトロフィーを見ることになります。俺が取り戻します。3年の間にオーケストラ部が必ずトロフィーを手にこの部室に戻ってきます。キサラギ君。ええ、わかりました。約束ですね。だけど俺が一曲目、腕の限界ギリギリまで弾いたのは、課題曲で対等の成績が出せれば全国大会への可能性が残るからだ。お前たちのアンサンブルなら自由曲で勝てる。まだ勝利の可能性は残っている。つなげてくれ、全国への道を。わかりました。リツさんがもう腕の限界を超えてまで演奏したのが自由曲で我々が勝つため、そのために無理をしてくれたんだったらね、虚役の気持ちもわかるけども、もはや止められないよ、ないよね。あと1ステージ、そこで勝つことが必要なんだ。お前たちにしかできない。うなずきましょう。うん、ここでもういいから治療に専念してって言ったら、そもそもの1曲目のリツさんの無理が全く本当に無意味なことになってしまうから、うなずこう。引き受けてくれるか。ありがとう。さあ、ハル君は何を思うか。部長の様子は。大地から聞いたことを春にも話した。そうですか、そうだったんですね。だから榊先輩は部長が一曲しか出ないことに反対しなかったのか。情けないですね。僕も同じアンサンブルメンバーでずっと部長の近くにいたのに、僕は全然気づかなかった。そうか、自分を責めてしまってんのか、アル君は。部長？いや、何でもない。気づいていればもっとできることもあったはずなのに。京也先輩といがみ合ったり、死生観に敵意を燃やすばかりで何も分かってなかった。こんなんじゃアンサンブルメンバー失格ですね。
気持ちはわかる。でもあの時ああすればよかったっていうのはね、考えちゃいけない。現実にやって出てきた成果、これでよかったんだって思わなきゃ。似たようなことをヤンウェイリーが言ってました。しっかりしてほしいという、いい演奏をすることを考えよう。それもそうだ。なんとかなる、気楽にあげますね。よくないな。自分も、共依存の関係に陥る。共依存の関係に陥る。なるほどね。いや、確かに気づかなかったけど、これよくない？これでも、これもと、お互い落ちる、これ。これも2番しかないでしょう。だからこそ、託されたんだよ。私たちは。リツさんに。この演奏で、次のこの演奏で、東日本大会に勝つことを。だから、いい演奏することを考えよう、今は。リツさん自身の意思でもある。その後みんなで病院にダッシュしよう。何言ってるんですか。こんな状況でどうやってそんなことを。それでも自分たちにできるのはいい演奏をすることだと話した。先輩、そうか、僕は逃げていただけかもしれませんね。ステージは何も変わらずそこにある。僕たちにできるのは精一杯演奏することだけ。むしろもはやそれ以外にないんです。心残りはあるかもしれないけど、本当に今それしかない。ペン、なんだ、びっくりした。どっちがどっちを叩いたと思った。春は気を取り直すように自分の方を叩いた。先輩、みっともないところをお見せしました。でももう大丈夫です。あなたのおかげで大切なことを思い出せました。あ、心の恋の音だった。勝ちに行きましょう。そうです、僕が全力でサポートします。だから先輩は安心して弾いてください。僕たちの夏をここで終わりにはさせません。待て、ステージに出る前にこれを。指輪を差し出しているリツに対してありがとう。ストレートすぎて、何ですかこれは、から聞きましょう。俺がずっと持っていたものだ。子供の頃からお守りのように思っていた。これが例のお守りというやつですか。ステージの上できっとお前のことも守るだろう。いい演奏ができるように。あ、恋の音でした。これも不安に思う必要はない。ステージの上では音楽がお前のそばにある。じゃあ行ってこい。ありがとうございます。一曲演奏するたびにライバルの感動ゲージと心の壁は元に戻りますが、1曲目か2曲目のどちらかでゲージをゼロにすれば、ああ、そう、ゲージは減っていくんだよな。感動させたことになりますと。いや、心の壁見てる暇ないです。すいません。ボタンで精一杯だ。で、マイストロフィールド忘れないようにして。ラグとの戦いだよ。頑張れ。少しでもいいタイミングで押すぞ。弦楽四重奏曲、我が生涯。チェコの作曲家スメタナが作った室内楽だぜ。
この初めの部分なんかは物悲しいけど迫力があってかっこいいよな。相当早く押さなきゃダメだ。どうだどうだ、この感じ今だぜ。今、はい。カロンバ、さあ、俺のバイオリンホール全体に響き渡れ。八木沢部長、よし、感動しました。この感じ今だぜ。もう一回、よし。さあ、俺のバイオリンホール全体に響き渡れ。終わったところでもう一度フィード。よし、どうだ。あ、ちょっと分かりました。マエストロフィールドとあのボタンのバランスは分かりました。なるほどね。使ってる間はできないから心の壁をまず打ち砕きつつ、マエストロフィールドとのバランスを取らなきゃいけないということですね。はい、結果231対146、操作133対87、総合得点720対467、審査結果トリプル SA、 圧倒的勝利。大会に勝利したので総合得点に応じた量のブラボーポイント3645を獲得しました。やったね。勝った、俺たち勝てたのか、本当に。すごい。清掃学院、可愛いだけじゃない、すっごい子だったんだ。あ、これはいいですね。あ、感動させることができたからだ。やった。やったな、地方大会を勝ち抜いたぞ。これで全国大会出場決定だ。感激したわ、みんな。あんなにいい演奏ができるなんて。すっごく良かったよ、素敵だった。ああ、ようやく実感が湧いてきました。僕たちにできる最高の演奏がステージで出せた、それが認めてもらえたんだ。僕たちは全国大会に行けるんですね。そうだよな、いい演奏だったもんな、会心の出来だったっつうか。やばい、俺までじわじわ嬉しくなってきた。
よっしゃ、この調子で全国優勝まっしぐらだ。さすがにそれは気が早すぎる。まだ地方大会勝ち抜いただけだってのに。とは言っても俺も胸がいっぱいだ。ここまで圧倒的に死生観を引き離せるなんて思いもよらなかったよ。これだけの結果が残せたのも君の音がいつも以上に輝いていたからかもしれないね。同意すんのは尺に触るけど、本当気持ちよく弾けたぜ。お前のおかげかもな。リツさん。キサラギ部長。いい演奏だった。大地、京也、水島、本当にありがとう。照れる、驚く。言っておきましょうか、これ。言っておきましょうか、これ。役に立ったか。それなら渡した甲斐があった。これからはその指輪お前が持っているといい。今まで俺にとってそうだったよ。ステージに立つお前の支えになってくれるかもしれない。みな満足のいく演奏ができたと思う。この結果は日々の練習の成果だ。東日本大会の先は同じように地方大会を勝ち抜いたアンサンブルが集う。これまで以上に練習をして大会に臨もう。これまで以上に？大変だけどやるしかないさ。とは言ってもまずは病院だ。応急処置はしてあるが手当ては早い方がいい。リス、先に行っててくれ。あとは俺が適当にやっておくから。そうだな、任せる。部員をまとめて帰宅させてくれ。最後の夏が終わったか。さあ、一方で我々は死生観を任せてしまったわけですよね。じゃあちょっとゆっくり死生観の皆さんの話を聞きましょう。帰ろう、みんな。負けた。俺たちは全国に行けない。ここでこんなとこで終わりなのか。勝つって誓ったのに、絶対勝つって決めてたのに。地方大会すら勝ち抜けねえままで。穂積、ああちょうどよかった。今楽器の整理をしていたんだ。手を貸して。八木沢先輩、なんで俺を部に残したんすか。俺を退部にすりゃ出場停止なんかにはならなかった。全国に行きたいなら俺を切るのが正解だっただろう。穂積、なんで俺を残したんだ。出場停止になってまで
なんかかばったって意味はね。ほら、大してうまくもねえからな。そんなことみんなわかってる。部にあいつをつかして出てったやつだって大勢いる。あんた大バカだって。バカかひどいな、みんな笑ってていいのかよ。あんたにとっちゃその程度のことなのかよ。ホズミ、どうしてそんなに怒っているんだ。あんた怒らねえか、腹が立つんだろうが。なんであんたは怒らねえんだ。俺を責めねえんだよ。僕は自分の選択を間違ったものだとは思っていない。それが愚かだという人は確かにいるだろうとは思うけれど、部員を切り捨てて作る音楽にどれだけの価値があるだろう。音楽の価値。ホズミはトランペットが好きだろう。だからやめてほしくなかったんだ。続けてほしかったんだよ。僕たちが全国を目指すことにいろんな理由をつける人はいる。名門の誇り、伝統校の復興。でも僕たちが本当に全国を目指す理由はそんなことじゃないはずなんだ。八木沢部長、俺にはわからない。あんたがあの時何を言おうとして口をつぐんだのか。でもあんたの選択が正しいものだったと示すためにあんたを嘲笑う奴らを黙らせるために全国に行くしかないんだ。勝って証明するしかねえ。あんたが選んだ道は確かに間違ってはいなかったんだと。すみません。すいません。穂積先輩。俺のせいだ。俺のせいで状態が一つ勝ち上がることができねえなんて、こんな無様な。立て、ホズミ。こんな微糖で負け方してまうなんて。立て。八木沢、ちょっと待て。八木沢部長。無様か、みっともないか。
お前がそれを言うのか。一緒にステージに立ったお前が本気でそう思うのか。今日のステージをお前はそう感じたのか。部長、僕は誇りに思ってる。今日の僕たちの演奏は最高のものだった。清掃学院に及ばなかったとしても、敗北したことをたとえ誰に中傷されようと、僕たちが作り上げた音楽は変わらないはずだ。それなのにお前が自分を貶めるのか。うつむくな。恥じる必要なんかないじゃないか。僕は死生観を誇りに思う。こんなにいい演奏ができたみんなを誇りに思う。でも俺はあかんて、もっとみんなで演奏したかった。全国に行ってもっとまたいいやんなるくらい練習して、何度もステージに上がって、まだ8月になったばっかりだ。なのにもう夏は終わりなんだ。これでもう終わりなんだ。だなんてそんな悲しいこと言うなよ。そうですよ、これからだっていくらでも。僕ももっといろんな曲を吹きたかった。もっと部長と加納先輩とたくさん。みんなありがとう。一緒に全国行けなくてごめんな。じゃあ僕はここで。お疲れ様でした。泣けましたね、死生観のこの最後のシーン。なかなかこんなね感動に浸るって見るゲームもないと思うんですよ。まあ感想をね今更私ごときがペラペラ言ってもそれは無粋だから特に何も言わないでおきます。いいシーンでしたね。では今回はまあ時間もありますしね、この余韻に浸って次回行きましょう。今回はここまでにしましょう。とにもかくにも東日本大会は勝つことができました。まあ死生観が敗れて、その死生観の人たちとのエピソードもあり、またこちらではね、あのリツさんの怪我の状況がどうなるか心配事は多くありますが、それもねまたこれからの物語でどう展開していくか、そういうのを見ていきましょう。では、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回気を改めてねよろしくお願いいたします。ではでは失礼いたします。ありがとうございました。